ご飯食べるの今から。そう寝てたの、今日いっぱい踊ったからちょっと疲れて30分からしようと思って寝てた。電子レンジ、そう、もうね、今日はエッカさん、待ってたよ、ありがとうございます。今日本当はねオムライスとか作ろうかなと思って、とりあえず玉ねぎ買ってきてたんだけど、ちょっと作るのめんどくさくなっちゃって、家にあるレンチンしたらできるカレー食べようと思って今カレーレンチンしてる。ちょっと待ってて、今ご飯の部分だけレンチンで終わったから、あとカレーを次は温めないといけない。はい、今温めてます。今はカレーを温めてます。そう、りなちゃんカレーを温めてました。青白竹さん待ってたよ、ありがとうございます。坂上がり行きます。やばい、明日の坂上がりできるか心配すぎるんだけど。タカさんお元気ありがとうございます。お元気じゃない最近後輩が奥さんに用意されてる今カレーだった。なんでどうしたの後輩さん。私も今ね夢さっきなんか寝てて夢見たんだけど、夢が最悪すぎてなんか泣きそうになっちゃった。なるちゃん X のなし統合がスマニューになっ、え、マジやば、なるちゃんのネット入選貢献できたってこと、最高なんだけど。やばい、熱々に過ぎたかもしれない。やりすぎた。あっち。
つのむずすぎ。熱い。コペは皆さん髪短いの。本当？コペも可愛いよ。あっち最悪マジで。うん、熱すぎ。じゃあ食べようかな。カレーレトルトです。めっちゃめっちゃレトルト。奥さんがカレー作って奥さんと子供が食べてるからレトルトカレー食べておいしそう。怖すぎ。うまっ。うん、カレーってさ美味しいよね。明日の夜ご飯カレーにしようかなって思うぐらい美味しいよ。中辛です。今滋賀県にいます、うん、気をつけて帰っておいで。びっくりした。なんまどかさんって来たか何かと思ったらあれか、まどまぎのまどかね。誕生日だったね。なんかさローソンに売ってるじゃん、あのカレーのナン売ってるじゃん。あれ美味しいのかな、食べたことある？福岡出張を抱えてきました。あ、逆に？大学院に合格しました。おめでとう。よかったね。なんかテスト死んでたけど無事ですね。何食ってるの名前めっちゃ可愛いと思った。聞き方めっちゃイカチーな。カレーです。すごい名前めっちゃ可愛い人来たと思ったら聞き方イカチすぎてちょっとびっくりしちゃった何食ってんの。あ、無印も売ってんだ。無印の美味しい。マジ？あっち。無印の商品が、え、そういうことかな。東京くん、くま、ありがとうございます。カレーではないけどセブンの最強。あ、美味しいよ、食べたことある。無印のカレー確かになんかいっぱいあった。この前食材コーナーみたいな。でもキンパ食べたんだけどなんか思ったよりだったな。なんか思ったよりキンパ感なかった。
無印で買うたいもの、この前キンパ買ってみたけど、なんか思ったよりキンパ感がなかった。ズボンにこぼしたけど黒だからギリハッピーですね。納豆入れたことある、これある、前やったことある。あっち、なちゃんの納豆スパゲッティ、納豆の、え、あれ一パックだよ。HKHK トイレさん、お元気ありがとうございます。とりあえず納豆パスタの作り方知りたい人は YouTube でリュウジ納豆パスタって調べてください。バズレシピリュウジが教えてくれます。自分で作るカレーにキノコ入れる、入れないかな。私別にそんなにねキノコ絶対に入れたい人じゃない。でもキノコ入れた方が多分栄養的にもあと国的にもいいと思うけど、ココイチ美味しいけど高い、だから言ってない。ピクミンやってない、疲れちゃったからピクミンしたかったけどする時間がなかった。カレーってマジ飲み物だよね。もう食べ終わりそうなんだけど、10月の生写真まとめ買いしたけど3600円1200円設定されたから強制的に、どういうこと。 J4 キャプテンも発表されましたけど、
YouTube で、そう、最強アイドルがアップされたので、最強アイドルよろしく、ぜひ聞いてください。カレー福神漬け、家にね前らっきょうあったんだけど、あの実家は。でも私は福神漬け派だな。でも別に食べないかな、買わない、わざわざ。みんちゃんたくさん写って、あ、本当サムネみたいなの1ミリも写ってなかったからさ1ミリは写ってたんだけど、あのちょうど人に隠れちゃって全然写ってなかったから、よかった。花緑にレトルトカレーってあるの？確かに美味しそうだね、鶏の出汁。福神漬け買ってもカレー以外に使う、いやマジでそれな本当にだから買わないんだよな。なんか一食分とかやったらいいけどさ。ココイチの福神漬け、わあ美味しいんだろうな、そりゃそうだよな。キーマ系と普通のカレー、普通のカレーです、圧倒的普通のカレーですね。キーマ嫌いじゃないけど別に普通のがいい。マジで福神漬けってカレー以外で食べたことないよな、あるかな他に。赤くない福神漬け寂しくない、確かに赤がいいよな。でも茶色が多いよね、美味しいんだけどさ。チャーハンって一緒に食べるっけ福神漬け。福神漬けなんだあれ、勝手にただの漬物だと思った。カレーは牛、豚、鶏、どれですか。実家は牛でしたね、だから作るときは牛だけど、バターチキンカレーは絶対鶏じゃん、チキンだし。で豚意外と美味しいなって思うこともなくはない。てか種類による肉の、なんかブロックとか使うんだったら豚だけど、でも普通のコマとかだったら牛かな。チャーハンにはやばい、チャーハン紅生姜派と福神漬け派がいる、もしかしてここで派閥生まれる。うわ惜しい、チャーハンニワとチャーハンノア、うわ惜しい。どちらかテーブル、私もなんかどっちかって言われたら紅生姜のイメージあるかも。てかなんかラーメン屋さんだからかな、関係ないか、よく見るのがラーメン屋さんとか。やばい派閥が生まれそう。ザーサイ派、ザーサイってなんだっけ。西日本肉といえば牛ですね、関東は肉じゃがも豚肉。まあでも正直どっちでもいいかな、美味しければ。その時に安い肉、その時スーパーに行った時売ってて安い肉を買います。うん、弁償が牛丼、牛丼とか出てきたらそれ負けよ、それ牛丼に決まってるやん。うん、明日これ歌えるかな、ちゃんと。喉がさ、今日なんとなくリハで歌いながらやってみたけどさ、喉がちょっと本調子じゃないよね。ああ今割と落ち着いてるけど、一回咳して絡むとおしまいなんだよね、もうガラガラガラになっちゃうから。お薬は飲んでるんですけど、まあだからちょっと治った、痛みはない、痛みは全くないんだけど、ただ絡みやすい。あとあのなんていうの、乾燥しやすいとは違うんだけど、なんていうんだろうな、なんかまだ歌本調子で歌えないなぐらい。
まだ出しづらいかなって感じ。歌はね、とりあえず今日はのど飴舐めながらずっと踊りました。幻想を変えて教師が伝える、知らせには聞き慣れない不吉な言葉。具合してますよ、イソジン。彼女が問いになった日、何かの間違い。マジで本当にさ、前回今までやってたポジションと、まあ、明日が別に新しいポジションとかは何も言わないんですけど、今日自主練してたポジションが本当に全部逆で、例えばさ、あのなんていうの、この曲もそうじゃん。この曲もさ、誰かが鳥になった日、じゃあ、そうそう、で歌った後さ、その後追っかけでさ、何が鳥になった日に来るじゃん。私今まで追っかけの人だったんですけど、まさかの追っかけじゃなくて最初に歌う人になったし、カノンも全部逆だし、あとね、あのその汗は嘘つかないの感想のさ、1サビ終わりでさ、まあ君を見てるよ、見てるんだ、なんかチャ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 ンとか踊りあるじゃん。あれももともと2つ目の踊りの人だったのに1個目だったりとか、本当に全部が全部踊ったことない方で、振り付けがマジでえみたいな、嘘でしょっていうぐらい、マジで全部が違いました。びっくりした。ポジションが上がったという、でもまあ確かに言われてみればそうなのかもしれないけど、でも意外と今までやってたポジション意外と良かったんだよね。そんなになんか、まあ言い方悪いけど序列っていう言い方したら別にそんなに上の方じゃなかったの、まあ下の方だったんだけど、でも今回のポジション悪くはないんだけど、前回のやってたとこ割と良かったから、そうだからなんか、うんって感じうん、そう、なんか意外と別にその序列っていうの関係なくっていうイメージだった。なんか私結構そうなんだけど、意外とそのひまわり組のポジション、前回のパジャドラの最初のポジションもそうだったんだけど、意外と立ち位置的に悪くない曲みたいなが多かったんだよね。小林さんポジションを、あ、まあパジャドラはでも確かにあの人によってマジ全然違う、そういう風に序列的にはしたかもしれないけど、まあまあ別に割と見やすいところにいるポジションが私の一番最初のポジションだったんですけど、片山さんポジションやってる時はマジで基本的1列目ばっかりだった。そう、あ、そう、オリジナルの誰々さんポジっていう風に呼べるんですけど、そうかな。マジで本当にパジャドラ、あ、まあでもこれは割とひまわり組とか AKB の公演あるあるなんだけど、今回の逆上がりは小林さんポジションやってたんですよ、ずっと。で小林さんポジションやってて、小林さんポジションはだから1列だって1曲目とか真ん中で歌うじゃん、終わりも真ん中だし、逆上がりも別にそんなに悪いわけでもないし、最初から悪いわけじゃないし、レクイエム別に悪くないし、4曲目なんて1サビ1列目で歌ってるから全然悪くないんだよね。いや、折り面の振り振りじゃないです、今回は誰だっけ、 SKE さんの振り振りで覚えたかな。でも一応 AKB さんの立ち位置とかではあれでした。まあ確かにこのポジションはね、中盤曲とかになってくると前の方より後ろの方が多いんですけど、でも小林さんの今回私がやってるとこはマジ前半曲は超いいというか、また言い方悪いけど序列にしてはいいとこにいる、ポジション的にはっていうイメージ。
だから意外とそのなんか名前の序列が上がったからといって別にポジションが圧倒的に良くなるってこともあるけど、別にだからといって 100% そうなるわけでもないんだよね。シェリスだって今回私が自主練習したとこは別に前半曲前に来ることもあるけど、ずっと前にいるわけではないから、なんなら小林さんどっこいどっこいなのかなっていう感じだったかな。まあでも後半曲とか結構前の方にいたりするから、あ、まあ確かにまあいいのかなって感じですね。そう、まあいいポジかどうか、いいポジの見分け方、まあ前の方にいるかどうかだよね。常に前の方にいる人って絶対あるのよ。そう、常に前の方にいるポジションの人って絶対いるのよ。割と公演曲は表題曲と違ってあのごちゃ混ぜのことが多いんですよ。そうなんだけど、ごちゃ混ぜのことが多いから割とそんななんかそこまでなることはないけど、マジ曲によるって感じ。曲による、人による、本当当たり前なんだけど、曲によってはなんかあれみたいな、こんな前の方に来ていいのみたいな、名前の順番的にはこんな前の方じゃないんだけどなみたいな時もあるし、あ、でもこの人は全体的にずっと前にいるよなみたいな人もいる。まあでもそれは多分このその声に合ってるかどうかとかもあると思うし、その元ポジションの人がね、オリポジの人がその声に合ってたとかそういうのがあると思うから、小林さんはあれですね、クリパーのセンターの人ですね。これでポジション変わる場合どれくらい前に、今回はでもコンサートがあったからちょっと前に知れてたけど、覚えるあれなかったもんな。しかも出てたし、普通に私の最初のポジションの方に58分だった。マジ早っ。13位 BB さんありがとうございます。12位東一太郎さんありがとうございます。11位バッサーさんありがとうございます。10位翔さんありがとうございます。9位さんありがとうございます。8位マサさんありがとうございます。7位俊君ありがとうございます。6位長次郎さんありがとうございます。5位東京くんありがとうございます。4位タカさんありがとうございます。3位大城武さんありがとうございます。2位 HKT 中東寺さんありがとうございます。1位エカさんありがとうございます。やばい、人取れちゃったから、寝れないかもしれないけど寝よ。私のこの眠たいよねって言い聞かせて寝ます。昨日はセカオワさんの眠り姫を聞きながらました。ああ君はいつの日か深い眠り落ちてしまうんだね、そうしたらもう目を覚まさないんだね、これ聞きながら寝たんできっと寝れるはず。じゃあ皆様おやすみなさい。